皆さんこんにちは。今回はひらがなの穴埋め問題です。真ん中の四角に共通するひらがなを入れて言葉を完成させてください。制限時間は30秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は木でした。色紙、浮き輪となりました。このようにマスの中に1文字入れて2つの言葉を完成させてくださいね。2問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はもでした。カモメ、レモンとなりました。別解もたくさんあるかもしれません。別解が見つかった方はぜひコメント欄にてお待ちしています。3問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はイでした。ライム、ライチとなりましたね。レモンとライムは同じみかん科の柑橘で見た目も似ていますが異なる品種です。風邪の予防や美肌効果を期待するのであればビタミン C がたっぷりのレモンがおすすめですが、疲労回復を期待するならクエン酸の量がレモンより2倍も多いライムを摂取した方がいいそうですよ。4問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は語でした。地獄、寝言となりました。文字の穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があるそうですよ。5問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はるでした。
カルタ、ダルマとなりました。さあどんどんいきますよ。6問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はみでした。網戸、おみきとなりました。これから夏に向けて網戸が活躍する季節になってきましたね。破れてしまった網戸は手頃な値段で購入できる道具を揃えれば自分でも簡単に直せるそうですよ。道具や手順を説明してくれる動画などもいろいろあるそうです。7問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は字でした。筋子、しじみとなりましたよ。しじみは夏と冬に旬があります。産卵を控えて栄養豊富な夏の時期の土用しじみは古くから夏バテ予防に効く食材と考えられてきたそうです。これからの季節にぴったりですね。8問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はイでした。クイズ、ダイヤとなりました。この脳トレは知っている単語をあれこれ思い出すことで記憶力の向上につながりますよ。9問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はロでした。アロエ、ウロコとなりましたね。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はくでした。ほくろ、あくびとなりました。追加でおまけの問題です。
マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。答えはコメント欄をお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは様々なノートレプリントが無料でダウンロードできます。ぜひチェックしてくださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。